東京昭島市で高校生らが同世代などに向けて闇バイトに加担しないよう呼びかけました。闇バイトは8日昭島市の JR 拝島駅で警視庁昭島署が地元の高校生らと協力して若年層に闇バイトに応募しないよう呼びかけました。闇バイトは SNS やインターネット掲示板で短時間高収入、即日入金などと謳い、特殊詐欺や強盗などの実行犯を募集するもので、高校生が加担した事件も起きています。犯罪組織が応募の際に身分証を送らせて家族に危害を加えると脅し、抜けさせないようにする特徴があります。警視庁によりますと、去年特殊詐欺事件で逮捕された少年少女のうち、およそ6割が遊興費目的で、4割が友人の紹介だったということです。警視庁は、逮捕された後に待ち受けるのは懲役や被害者への損害賠償です。犯罪組織は助けてくれません。闇バイトは使い捨てですと注意を呼びかけています。